ロレスサンクチュアリ聖域後楽園ホールからお届けしております。超満員の観客の熱戦が今宵このリングに、そして花道に注がれております。丸3年苦楽を共にした川田が長須大軍を離脱、そして卒業、新たなる道を歩むのならば、こちとら新長須大軍、これまでの川田への感謝の気持ちを闘志に変えて、今宵飛びます、打ちます、そして握ります。小橋健太、菊池剛組入場であります。今ガウンをさっと脱ぎ捨てた現アジアタックチャンピオンズチームに挑むのは、時代の稲光後楽園ホール直撃誕生、川田田植え組。長須大軍を卒業した川田が全日正規軍入り、そして永遠のライバル田植え明とタッグを結成いたします。今超満員後楽園ホールのお客様がごくりと唾を飲み込んで、そして激しいカメラの猛烈だ。思えば3年前の5月14日三沢光晴マスクを脱いで新たなる旅立ちでありました。そして今宵平成5年同じく5月14日川田俊明の記念すべきスタートラインであります。田植え明そして川田俊明組、本日のメインイベントタッグマッチ60分一本勝負を行います。ラウンドが215ポンド菊池ゼロからの戦いだ。菊池剛65ポンド小橋健太、燃ゆる夏柑橘系日本男児小橋健太、裏からコーナー260ポンド川田俊明、エポックメイキングエポックメーカー川田俊明、275ポンド田植明、鉄腕明田植え明、和田恭平、堂々4選手であります。今宵のメインイベント60分の一本勝負、こちら川田俊明であります。一言二言声を発しました。そして今目線を落としておりまして、前田植え明であります。左川田俊明、デビュー11年目にしての新たなる旅立ち、そしてこちら田植え明であります。先日5月8日32歳の誕生日を迎えました。そして川田は29歳、対する現アジアタックチャンピオンズチーム、左小橋健太、右菊池剛であります。さあボディチェックが終了した、ならば記念すべきゴングを待とう。60分の一本勝負だ。先陣を切るは川田、そして小橋、メモリアルゴングが後楽園ホールに響き渡りました。まずはお客さんの反応、おーほー、お客さん今宵随分とカメラを手にしているお客さんが多い。そしてそのカメラのレンズの中にはもちろんこの川田俊明がいるはずだ。シェフアタック、もう一度走る、キックをかわした小橋、キックこっちもかわした、逆水平ジョップだ、打ち込んだ、さあ速射砲いくか、いくか、回転が、あーおっと入れ替えました、体勢を入れ替えた、今度は川田が打つ、長須大軍を卒業した川田、そしておっとまたまた入れ替えた小橋健太、いったいった、スーパー逆水平、ならば川田俊明体勢を入れ替えて打ち込みます。これまでの感謝の気持ちを闘志に変えて小橋が一歩も譲りません。おー、火花散るスタンディングポジション、どうや場内どよめいております。いや、桃田さん、まず川田俊明いかがですか。そうですね、ものすごい気合い入ってますし、小林選手もやっぱりなんていうんですか、調整大軍でポスト川田ということでね、はい、やっぱり気合いの入り方が違います ね、 そうですね、お互いにものすごいいい気合い入ってると思いますよ。がぜんヒートアップしてまいりました今宵の後楽園ホール、足を狙いました、もう今自らの魂に火をつけるかのように川田俊明が大きな声を出しました。こちら川田俊明、選手リーズ93チャンピオンカーニバル、長須大軍離脱、卒業が決定、そして新生川田俊明としてこれが初シリーズ、スーパーパワーシリーズということになります。そして今は桃田さんのお話にもありました小橋健太、川田が去ったこの長須大軍において当然この小橋健太は三沢に次いでいわばナンバー2のポジションということになるわけであります。さあそして川田にとっての永遠のライバル、この田植え明との合体であります。
長須大軍時代このタウエというライバルに出会えたことが何よりの収穫であったということであります。そしてそのタウエ明とのタッグがついにこれ実現したわけであります。バックドロップでキック返した小橋健太、菊池です。菊池が出てまいりました。歩標177センチのこの菊池剛組み合います。同電身長者が15センチほどあります。劣勢は否めないところ、しかしそこは玉砕ファイト。さあロープに逆に振ったのが菊池であります。エルボーバットです。行くか、ブレインバスターです。天を仰ぐ田上明ロープに走る、ハイキックでカットする、もう一度走る、もう一度カットする、しかし菊池はくじけない。エルボー、エルボーを使います。パンチです。肩甲骨あたりパンチだ。そして頭へブレインバスターいくか、今度は踏ん張って取ります。田上明だ。さあ小橋が出てまいりました。現アジアダックチャンピオンチーム、現在3回連続防衛中であります。小橋だ、ロープに振った。小橋も走る、ショルダーダックル。小橋だ、カウントは1つであります。序盤戦から目まぐるしい攻防、川田俊明、田上明組、川田、そして田上、それぞれ1回ずつこのリングの中に入っております。さあ今度はこの田上明にまたスーパー逆水平を打ち込もうというのか。しかし逆に打った田上明だ、奥に打った。そして三角攻めだ、三角攻めのフェイスバスターであります。さあ2度目のリングイン、川田の主役であります。さあ蹴り始めた、顔面蹴りであります。かつての戦友、名友、小橋に打ち込みました。流し蹴り、スピンディング、カバーした。カウントは2。今のも入ってますね、まさに足で行うラリアットのような形でスコーンと首が入りました。ブレインバスターです。キャンバスが大きく揺れた。カウントは2。思えば1000シリーズ93チャンピオンカーニバル、この川田がハンセンを破り、そしてウィリアムスと引き分け、そしてこの田上がゴディを破りました。まあ、来週放送の札幌大会では早くもこの川田、田上、明組が世界タッグに初チャレンジということになります。川田、田上組としてこのゴディ、ウィリアムス組に初チャレンジが来週放送札幌大会で実現いたします。まあ、そういった意味ではモンさんどうでしょう、この現アジアタックチャンピオンチーム相手にちょうどいいこの試金石となるような試合になりそうですね。そうですね、やっぱり、まあ今度対戦する相手はですね、やっぱり当然大きいですから、ウェイト的にはちょっと違いがありますけども、要するにタッグマッチでっていう意味ではですね、現役の要するにアジアタッグのチャンピオンですから、やっぱりいい、なんていうんですか、試合、そうですね。さて序盤戦5分を経過いたしました。桃瀬さん、はい、この初タッグ川田田上組どうご覧になりますか。そうですね、結構なんていうんですか、お互いにいいペースでやってると思いますよ。お互いの良さを出しているような気がしますね、はい。さあこれから中盤戦期待したいところであります。菊池レッグラリアット、これは不完全な当たりであります。さあ顔面蹴りだ。早くも川田の眉毛がいわゆる10時10分の激しい表情、険しい表情になってまいりました。エルボーだ。おっとしなだれ落ちました菊池です。ゼロ戦対戦の菊池剛、早くも劣勢か。さあ抱え上げました、尾てい骨張りでやります。さあそして小橋健太でやります。こちらも頬骨のあたりがもう真っ赤に膨張してまいりました。そして柑橘系の汗がびっしょり、そして時にテレビ用のライトに光っております。長須大軍ナンバー2の小橋健太。さあそして田上明であります。まだこの試合1回も川田田上の合体プレー、連携プレーはありません。さあこれで見られるんでしょうか。川田、そして田上が、いや残りません。エプロンサイドに下がります。まあ、もうさ、いわゆるこのタッグにはね、はい、合体プレー連携プレーを対応するタッグと、あるいはこのハンセン組のように、それぞれが持ち入れる力を発揮するというタイプがあると思うんですけども、はい、まあ、この現アジアタックチャンピオンチームはいわゆる合体技を対応する前者のタイプ。そうですね。で川田田上組はどうなりそうですかね、これからね。いやこれからですね、やっぱりタッグっていうのは、当然合
合体技があればそれだけ有利ってことになりますからね、はい、パワーがアップしますし、だから当然やっぱり何か出てくるんじゃないかなっていう気がしますけど ね、まあ、それは実践の中から生まれるということですね。そういうことですね。さあ川田が飛ばし始めたぞ、円錐切りだ、いや耳先、耳の当たりキックだ、さあ川下パンチだ、張った張った張った、そしてニュートラルコーナー打ち据えた、顔面蹴りだ顔面蹴り、さあ場内割れるばかりの歓声だ、さあスーパー逆水平だ、テープの速す早回しを見てるようであります。しかし川田も譲りません。さあサッカーボールキック鈍い音がいたしました。田植え明でやります。ほとんどこの川田あるいは田植え、お互いの目を見ることなく無言のうちにタッチを行っております。年を追うごとに上半身の肉付きがロックだったと放送席前でやります。その肉付きのいい上半身で小橋健太を放送席前にホイップしてまいりました。天を仰いでおります。心中去来するものはいかなる思いか小橋健太。さあそして田植え明であります。幾分無然とした表情で小橋健太のヘアをふんずと掴んで、そしてトップロープギロチン殺法でやります。このブーイングを聞けば聞くほど田植え明は一人光合成エネルギーと変えるわけであります。さあ川田が入ってまいりました。おお、非常に周波数の高いパンチの音であります。後楽園ホール響き渡りました。おお、 DDT スーパー DDT、 いやの垂直落下式のこれはブレインバスターだ。いや桃田さんも驚きましたね今の。いや今のはね、本当にあの DDT とですね、ブレインバスターを要するに合体したような感じですけども、あれは本当にね、あの相手にダメージがものすごいんですよ。そうですね、一瞬脳震盪というか、背筋がですね、もう要するに麻痺したような状態になりますから、いやよく我々放送スタッフはこの DDT のことをプロレス人間殺虫剤と呼ぶんですが、これは殺虫剤とかでも殺人まで及びそうな危険な技でしたね。これ ね、首に対してのかなりのあれ、あのダメージがありますからね、はい、いや驚きました。スーパーパワーシリーズ新生川田俊明としてのこれは新しい技と申し上げていいでありましょう。さあ10分を警戒いたしました。タッチワークが速くなってまいりました。初合体川田俊明、そして田植え明田組である、あー合体プレー、初めての合体プレーは田植えのホイップ、そして川田のラリアットでありました。いやー小野さん今初合体プレーですね。そうですね、またもや今度はあー合体のど落とし、合体のど落とし、合体のど落とし。いやーテレビをご覧の皆さん見ましたが、今のが史上2回目の川田田植えの合体プレーであります。ならば川田がパワーボムだ、パワーボムだ、高い高い、カウントアス、カウントアス。さあ小橋の目が幾分トローンとしてまいりました。失敗です。ならばストレッチプラグ、今が攻め時、川田田植え組であります。さあそして田植え明が川田を、ああ菊池に拷問、その間にストレッチプラン、ストレッチプラン、そして和田恭平レフェリーの促しにディフューズ拒否しております。小橋健太であります。小橋の表情、身もだえんばかりの表情、ものすごい目だ、小橋のものすごい目だ、そして手前だ、画面手前では拷問殺法田植え明。いやー小橋健太の今にも息絶えない7万回のすごい表情、このロンプリック、ロンプリック。そして桃田さん、今のがいわゆる見えない連携ということですね。そういうことですね、いやそして田植え明でやります。ロープに振った田植え、ハイキック、これ身をガシガシに放ちました。ハイキック、そして小橋がダウンする。いや小橋劣勢であります。小橋出す目もないんでありましょうか。バックに回った、小橋打てるか、もう一回打てるか、顔面クラッチ、顔面クラッチ。タッチできるか、タッチできるか、菊池リングイン、エルボー押し倒しました。
横材の男目だ。言わんばかりにボディスラムだ。エルボー、エルボー、ひるまない、ひるまない。そしてトップロープギロチン。阪神がぐらついてまいりました。日の丸が高くなって、そしてパワーボムでやります。カバーした、飛ばしがざっくり。さあ今度は膝蹴り、膝蹴りでやります。さあ徐々にこのコラケンホール、頂点の奇跡を描いてまいりました。川田、そして田上、あくらきでやります。打ち込む、打ち込む。エポックメーカー川田俊明、見事な新生川田白星発進であります。まさにエポックファイト、新時代を切り開く素晴らしいプレーでありました。いやー、桃田さんいかがでありましたか。いやー、すごい、あ、なんでですかね、あの初めてのね、はい、タッグにしてはですね、お互いの良さを本当熟知してるって感じですね。そうですね、さあ勝負タイムが13分と01秒でありました。いやー、こういったは失礼かもしれませんが、桃田さん、予想外に連携プレーが出ましたね。そうですね、でこれは本当楽しみですね、これから先が、はい、はい、この楽しみなチームが来週放送札幌大会で世界タッグ選手権試合に挑みます。王者コーディー・ウィリアムス組に、この川田田上組、川田田上組としては世界タッグとして初チャレンジということになります。期待しましょう。